はい、どうも、灰原敷地のクリキです。ほんで、はい、おはようございます、江戸新海です。はい、おなじみのお二人、お二人が来ました、はい、ジャパンカップ始まりましたね。始まりました、はい、そしてジャパンカップが始まって、この二人がいるいうことは始まるんですよ。我々の夏が始まるということで、あのスプリングの時はね、はい、あのまあガイさんが1回だけ勝って、はい、最後の最後に勝って、一応まあ1勝0敗という感じになってますけども、はい、こっからは全勝でいくんで、はい、で今日は、マリーホップアメージングサーキット2023ということで、まあ、初めてですね。はい、初めてですよ、はい、本当に。ただガイさんちょっと走ってませんでした。なんかちょっとコースのねセッティングとか終わった時に、はいはい、なんかさらっとなんか先週見えたような気がしたんだよな。ガイさんといえばね、TZ ガイですからね。まあ、TZ 大好きって歌ってますからね。でもマシンは？はい、マシンご用意しました。はい、ドドン、エストゥーラです。エストゥーラはいいんだけどさ、はい、じゃ裏見せてさ、裏見せて。MA やないかい。だってめちゃめちゃ MA やないか。だってエストゥーラは MA シャーシーだから。だってじゃないですか。だってちなみにこのサーキットに対してのなんか対策みたいなのされてるんですか。対策ですね。ブレーキのセッティング。私前回のあのバリーホップサーキットで、はい、結構きつめのブレーキしてきたんですけど、今回あの MA シャーシーに変えてちょっとあのリアのブレーキの部分をかなり低く設定してきてるんですよ。なるほど、確かに低そう、はい、あの気づいたらもうちょっと高かったんですけど、だもんでだいぶブレーキが効くなと思って、はい、あえてブルーのブレーキに変えてきました。なるほど、はい、これでも多分結構効くと思うんですよ。はい、だでもタイヤはグレーのハードタイヤですね。ハードです。おお、これかなり汚れてるのはあえて汚れを拭かないスタイルですよね、これ。あえて汚れを拭かないで、あえて滑らせて、めんどくさかったわけじゃないですね。あのあえてちょっとだけグリップ力を高めようと思って。いや、グリップ力高いのか、すごいなんか ランダム性のあるグリップ力になりそうな感じするんですけどね。だから逆に言うとこれカルーセルチェンジャーを走った後なので、はい、こういう風になったんだぞっていう。あ、なるほど、カルーセルの軌跡がついてるわけですね。はい、まあそのカルーセルがどういう挙動を取ったのかは皆さんご想像にお任せします。そう、確かにデータないもんね。誰も見てないから我々の脳みそにしか記憶ないんで、そうなんですデータ的なものがゼロです。この、はい、あのタイヤの後からどういう挙動をしたのかは推測してください。推測してください、ね、そういう感じでございますが、はい、さあ僕もね今日新しいマシンを組んできまして、動画でもね出しましたが、大神マシンの中で一番速いやつ、ブロッケンギガントでした。さあ、そのブロッケンギガントを改造したのがこちらでございます。デュアルリッチですね。ちょっと待って、ブロッケンギガント、ブロッケンギガントで今年の夏行こうと思ったんですけども、あの決して間に合わなかったわけじゃなくて、あのブロッケンは今素組みの状態で お家に眠ってて、はい、まあ、普段ねあの配信とか動画とかでねこう遊んでるマシン、これ見慣れたマシンでこのアメージングサーキット行った時にどういう挙動するのかっていうのね、まあ、検証ですよ、はい、検証、はい、僕はあの今年の夏本戦には1回も出ない予定なんですよね。ガチマシンを持ってきました。はい、ポイントはね、あの左右で違う、はい、K は一緒の大きさなんですけど、こっちがスーパーハード、左側がスーパーハードで右側が、ローフリクションですね。はい、これでちょっとカルーセルの動きをこうキュッと止めたい。なるほどね、はい、まあ、同じところにね、あのローフリとかなってると、そこを支点にちょっとくるっと回ってしまうかなというところで、あ、なるほど、はい、ちょっと考えてきました。あとはですね、ここにローラーがついてます。これローラー、あ、本当だ、よく見るとローラーだ。これローラーなんですよ。 9mm かな、 9mm ですね、はい、9mm をこの、AT の中にね組み込んでます。はい、これはカルーセルチェンジャーでこう止まるマシンがめっちゃ多いんですよね。あ、確かに、はい、でこれがあればワンチャン遊べる。ワンチャンかけてるの。ワンチャンかけてです。でもカルーセルこう入って左に行けばこの辺が多分当たるんで。ああ、なるほど。そうなった時にこうトゥルリンってトゥルリンって行く。だからタイヤ滑らせたくないのにトゥルリンって行くのを狙ってる。結構矛盾してるセッティングになってるんですけど、これ行けるかな。はい。ただブレーキはめちゃめちゃしっかりかけてます。これあの後ろ溜み手で隠してますけど、あの。封印解除ですよね、はい、あ、封印解除しちゃう、封印解除しちゃう、しない方がいいかな。いや今だからね。いや今日ね、そうアメージングマーク45度と20度じゃないですか、はい、45度がねちょっとね
危ない。ああなるほどね。モーターはハイパーです。ギアは、ちょい速 3.7対1。はい、はい、じゃあ今ねオープンクラスの始まる本当20分ぐらい前なんですけど、はい、めっちゃ人いるよ。いいじゃないですか、見てもらいましょうよ。せっかくですから我々の舞台を、はい、舞台。そしてもっとすごいことに、これマイク使えない理由があって、昼休みこれ今マイクこうあの喋っちゃうと全部配信じゃなくてタミヤの方で流れるから、そういうことだった。そういうことだった。だからもうタミヤの方は今二重で隠してて、スイッチャーは生きてるんで、だから僕スイッチングするから、これガイさんと今撮影しているのはファローさんなんですけど、はい、じゃあファローです。ファローさんスタートで僕のマシン預けます。で僕スイッチャーするんで、はい、で大丈夫ですか。はい。わかりました。じゃあ、ショパンカップ第1戦よろしくお願いします。お願いします。さあそれでは記念すべきジャパンカップ第1戦を見ていきましょう。コースは1コーススタート MC 外、2コーススタート空力となります。ちなみにこれジャパンカップのお昼休みにやっております。さあスタートしました。まず飛び出したのはガイのエストゥーラ。アイガーエオもしっかりと登っていく。おっと空力のマシンちょっと下りでブレーキが引っかかったように見えましたが大丈夫でしょうか。さあ2周目ぐん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 エストゥーラが加速していく。おっとしかしラビットホールでコースアウト。3周目に入ったのは空力のデュアルリッチのみ。さああとはしっかりと完走してほしい。ちょっとラビットホールやはりブレーキが当たっているんでしょうか。さあしかし4周目さあ次カルーセルチェンジャーが待っている。さあ空論は見事に成功、空論成功でございます。さあファイナルラップに入った。このままゴールすれば空力の勝利。さあ最後のアイガーエボを抜けてラビットホールをクリアし帰ってきたのは空力のデュアルリッチ。空力見事完走で第一戦を勝ち取りました。めちゃめちゃタイムは遅いですが勝ちは勝ちです。もう完全勝利ですわ。もうカルーセルも読み通り、もうドゥルンってしたし、もう全部が璧感、あ、完璧正直、まあ、早かったですよ。負けてはスピードは負けてなかった。スピードは負けてなかった。あの乾燥してないから。乾燥してないから。そうですね。乾燥しないという意味なんですね。乾燥してないから。どうですか、あのご自身の反省点というか。どうやらラビットホール、あ、まあ、コースアウトしたのはラビットホールだったんですけど、はい、どうやらラビットホールであの着地が前のめりになってたんで、おそらくそれでフロントがぶつかってそのままひっくり返ったっていうコースアウトの仕方だったので、そこが課題となりました。なるほど。まあまあいいです。第一戦は譲りますよ。あ、いや、全勝しますんで。全勝していきますんで。絶対負けてない。どんどん速度上がっていきますんでね。はい、ということで今回の空力 VS MC 外は見事空力の勝利でした。次回の対決もお楽しみに。それではまた。あ、ちなみに、はい、次回ですけど、はい、なんか MC が一人参戦するかもらしいです。おっと、なんか3人目が誰か登場するかもしれないけど。そんな次回予告の仕方ある、すごい。何これ、何ちょっとやばい、負けてらんないぞこれ。いやそうですね、単純に一人増えると勝率が下がるんで危ない危ない危ない。これらしいです、はい、らしい、ね、らしい、はい、らしいということですので、皆さんね、はい、こちらの模様もぜひご期待ください、はい、じゃあ We'll be right back.